見てください、このコオロギの量。クモとか見えますか？めっちゃ取れますよ、クモとコオロギが。何人で取ったかというと、このバグズキャッチャーと。よし、取れた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 。で、これをね入れると。はい、本編です。はい、というわけで今回はこちらのケージにね、新鮮なこのコオロギたちをね、あげていきたいと思います。というわけで与えていきます。お、土ガエルも食べたかな。お、食べてる食べてる。どっか行っちゃった。山かどっか行ったぞ。あ、いたいたいた。あれ、君そんな食欲ないのかな。気づいてないかな。小さすぎて見えない。やっぱ小さすぎて見えないのかな。あ、食べた。そうなんでしょうね、多分 ちっちゃいね。もういくらでも食べる。一方、ツチガエルはどこに行ったんでしょう。ジェルターの中にいました。ちょっと何匹かね、余ったんでシュレにあげていきたいと思います。昔の味かい？ああ。はい、というわけでね、自宅で取ってきたコオロギたちを、このカエルたちにね、あげるというだけの動画でした。こういう動画もっと見たかったら、チャンネル登録お願いします。ということで、さよなら。動画的にね、ちょっと尺を収めてくれるのはこのコリドラスくんです。あれ？あ、いた。あっちがびっくりした。県の伝統的工芸品はなんて書いてあるかわからない。厨房の棒に欧州の欧州って書いてるやつ。